ビーゼとは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す、マチソンデ、デントライン、アムフォルスと行政共同体の一員。この町は、ビーゼと川沿いフォイヒットバンゲン、ベヒホーフェンの間、ヘリーデンの南に位置している。この町は、公式には13の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ビーゼト川の土壌地に建てられた巡礼礼拝堂にまつわる村の創設伝説が伝えられている。ある司祭が川を渡る途中でホスチアを落としてしまった。これを魚が飲み込んだ。この魚が捕まった時、腹の中から無傷のホスチアが見つかった。1559年、ビーゼトはプロテスタントに回収した。1662年には、 新しい教区施設が建設され、1797年には、牧師館が新築された。1806年のライン同盟により、この村は、バイエルン領となった。ホーエンツォレルン領のアンスバッハ公領の一部であった。この村は、パリ条約に基づく、領土交換で、バイエルン王国に属することとなったのである。ビーゼとは、ブルク、デントライン。 アムフォルストと共に形成される、デントライン、アムフォルスト行政共同体の一員である。町議会は、12議席からなる。図柄、縦型の上部は、銀と青の横縞模様。その下は、金字に黒で、弓なりの端、その下に赤いヨーロッパバイソンの頭部。この文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し、 直接参照してはおりません。ありがとうございます。